はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。すいません。こんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。本日ですね、5月の26日日曜日のもう夜中、結構もう、実は27日になりそうな、ところなんですけど、これ、まあ、台車なんですよね。台車で撮ってるんだけど、これ明かりが、今までの、MR1 と違って、これ暗くて、何回かこれ実は今週何回かね、撮ったんですよ、動画を。なんですけど、やっぱり暗いっすね。暗くてさ、怖いよね、これ。怖いなぁ、これなぁ。まあでもちょっと、まあ、なるべく短めにするんで、お付き合いいただければと思います。なんだろう、まあ、次、まあ、来週、車が届くので、その時にどういう風にどこまで明かりが新しい車がつくかっていうのがそれ次第なんですけどね。またこのぐらいの光量だとちょっと考えないとなと思う。これちょっと懐中電灯とかなんかこうやって照らしながら撮影してるとこだ。これただでさえこの私のこのね、あ、まあ、これ日に焼けてるわけじゃないんですよ。これ全然、これね、これだとなんかやっぱりさ、茶色く映るのかさ、これもうホラーみたいになってるよね、これね。うわー、こう、もう本当に見ていただいてる方は大変申し訳ございません。ちょっと、もう声だけでね、聞いていただければな、というところで、ございます。まあ、書かれるんだろうな。ただでさえ、ブサイクな顔が、とか、なんか、あと、もともと気持ち悪い顔が、とか、なんか、車の中に、浮かび上がる、くだまきの顔が、もう、ホラーだったよ、みたいに、こう、いろいろ書かれんだろうな。まあ、それ見てないからいいんだけどね。コメントでも来るかな。来ないですね。なんか、あとなんか、まあ、あれだと思ってくれてます。あれだと、コーヒー豆が、ここにこう、あるみたいな感じで、ほら、これなんだろう、コーヒー豆みたいに見えてきた、これ。ほら、こうつくつく、見えねえよね。はい。じゃあ本題になるんですけども、今回はですね、はい、サニージャニー、でございます。まあ、コメントの方とかで、サニージャニー撮ってないじゃん、みたいに言われることがね、出てくるんですけれども、撮らないですよ、それは。だって見てないんだもん、あんまり。見てないんだから、それは、だってもともとそのね、がん情報とか、そういったところからのさ、話で、見たりとかをね、してるわけなんですけど、まあ、今さ、車中泊してるとかさ、やっててさ、もともとそっちの動画には興味ないわけなんですよ。ただ、まあ、たまに見て、どういうことかなっていうのは、まあ、話したりするんですけれども、その、まあ、不思議だったのが、まずその、日本一周の旅再開みたいにやってたわけじゃないですか。で、それで、ふとこう疑問に思ったのが、定期検診どうするのかなって思ってたわけですよ、もともと。そしたらまあ、3ヶ月定期検診を行ってきましたとかっていう、動画を出してたわけなんですよね。で、その前の時に、東京の、あれ、なんかどうだっけ、八王子からかなんかの移動で最後、ちょっとね、その動画もね、ちゃんと見てないんでわかんないんですけど、最後、水木は、検診のために、北海道に戻りますって言って、で、まあ、その次の動画で3ヶ月検診の結果、ドーンって出てきたんですよね。で、まあ、要はね、ワープするんですよ、こういう風に。で、どこで何してっかっていうのが、まあ、いまいちね、よくわかんないんだよね。で、その動画のコンセプトとかもよくわかんねえなって思うのが、まあ、車中泊している、で、旅系って言って、その、旅行先を紹介するんだよな。で、旅行先を紹介してるんだけど、その、合間の、なんていうか、こう、ちょっとした大変だったこととか、そういったこととかが、こう、ぶっ飛んじゃうの。だから連続性がいまいちなくて、まあ、そういうのもあって、なんかね、追ってってる感もないんだよ。わかります?日常感がないんだよね。で、まあ、綺麗なところだけを見せたいっていうかもしれないけど、で、何が言いたいかって言ったら、例えば、じゃあその3ヶ月検診で水木氏はさ、帰ったわけじゃん、北海道に。そしたら、どうやって帰ったのってことよ。だから、その車中泊で車で移動したわけじゃないですか。そしたら、どこの空港からとか、
まあ、フェリー使って帰ったことはないと思うんですよね。一応は。うん、で、工兵士だけが残るって言ってるわけだから、そのフェリーを使って戻るってことは多分ないわけじゃん。そしたら、マシューって軽キャンピングカーか、あれ。軽で合ってんかね、あれ。キャンピングカーじゃん。で、あれの修理のために来てて、で、修理で、北海道から本州に来てやっていくんだったら、結局そういったお金もかかるから、いっそのこと回っちゃおうっていうコンセプトが変な、ね、意味ないことになっちゃうので、戻ることはないと思う。そうすると、水木氏だけ飛行機に乗って、北海道にパーって帰って、札幌に帰って、で、そっから、要は、関東、今回のさ、車中泊でも多分関東にいるわけだから、そうするとまた、こう、羽田か成田空港に戻ってきて、そこから合流するわけじゃないですか。で、そしたら、そこに、検診の、行って帰ってきた水木氏を迎えに行きます、今から、みたいなのがあれば、やっぱ迎え行ってるんだ、とかね、水木氏送りますとかって言って、やるんだったら、なんか、まだこう、連続性があるんだけど、それがなくていきなり、3ヶ月検診の結果ですってポッて出てくるので、どうやって帰ったのかなみたいなのが残るんですよね。で、がん情報を、要はさ、自分が水性毛細胞がんになって、で、まあ、水臓がんだよね。で、なって、で、情報を少しでも提供できればっていうふうに水木氏も言ってたわけじゃないですか。で、癌を仕事にするって言ってたわけで、で、そうすると、今回のその動画っていうのが、いろいろね、問い合わせが増えてきて、それについて話したいと思いますっていうふうに最初言うんですよ。で、ただどこの病院で治療を受けたんですかとか、ね、どういうふうにしたんですかとか来るんですけど、僕たちはあくまでも標準治療だけですと。で、なおかつ、その病院名とか明かすことができませんって言って、で、まあ、詳しい話とか知りたい人に関しては、再生リストと、あとはこの僕たちのこの、闘病とかのことを綴った本がありますのでっていうふうに紹介するんだけれども、まあ、それは分かったと。うん、標準治療なんだねと。標準治療を受けたっていうのは分かってるんだよ。みんな分かってんだよ。なんだけど、じゃあ、過ごし方とかとして、じゃあ、例えば、抗がん剤治療今、もう終えて、で、3ヶ月検診やるわけじゃないですか。そしたら、そんな、ことを乗り越えた水木氏が、今、元気にできてるって、分かった、それは分かった、それは分かった。うん。なんだけど、じゃあ、そこまでにどういう風な奇跡をたどって、で、移動ができてるかとかさ、そういうことは教えてくれないのかなっていうことよ。うん。まあ、だから、ね、身体的に負担があるわけじゃないですか。だって、そうだよね。だってさ、北海道からさ、関東までさ、そのフェリーで来たりとかして、車中泊しててさ、ね、途中、まあ、ホテルで水木氏は泊まってるとかっていうふうに言ってたりするんだけど、これは、工兵士も認めてるわけじゃないですか。水木の体調か考えてって。で、その上で、また、病院に帰る、夜だったのよ、その話をしてたのが。で、そこからさ、実家っていうか、家に戻るわけでしょ？住んでた北海道のところに、ぼーっと本州から。そうするとさ、まあ、なかなか、ちょっと大変っちゃ大変だよね。うん。まあ、出張とかで、飛行機とか乗る機会があるんですけど、まあ、多分、まあ、年にね、一回ぐらいなんだけど、うん。飛行機ね、私、そんなまあ、もう、電車乗るような感覚では乗ってないな。うん、まあ、でもね、慣れてる人にとっちゃ、まあ、慣れてるかもしれないけどさ、とはいえさ、やっぱり北海、あの、東京からね、あそこの、なんだっけ、八王子の方とかから成田とか羽田の方にまで行って電車移動したのか、車で砲兵士が送ってってくれたのかわかんないけど、電車移動っても結構大変だからね。で、移動してそっからまた札幌まで行って、で、札幌から今度は、だから新千歳空港まで行くじゃん。新千歳空港から札幌までさ、電車乗るわけじゃん。あれ1時間ぐらいかかるわけよ。うん。で、それでまた、砲兵士と合流するっていうところでさ、札幌から新千歳行って、新千歳からまた戻ってきて、で、車と合流する。結構大変じゃない？その間、どのくらいだったのかなと思って。で、その間、工芸士は多分、まあ楽っちゃ楽だよね。
車で何にもしないで、ただいるだけだからね、過ごしてるだけじゃん。ご飯食べて寝て過ごしてるだけじゃないですか。だって、例えば、水木氏が検診を受けてる間、一人で車中泊、マシューをなんかやってるみたいなさ、ものがあれば違うけど、一人で別にどっか回ってるわけでもないし、何やってるかって映ってるわけじゃないんで、多分何もやってないのかなと思うんですよ。だから、そういう意味では水木氏の体調はちょっと心配だなと思うところなんですよね。で、もう一つその治療に関してのところを、これまあその、僕たちはあくまで標準治療ですっていうふうにやってるんですけれども、これね、ちょっとね、覚えてる人たちいるかな？今までさ、最初の頃って、標準治療以外の、こう、いわゆるその、まあ、先進医療とかさ、自由診療とかもやるっていうようなことを言ってて、で、いろいろ調べたと。だけど、やらなかったってわけじゃないですか。で、まあ、ビタミン C、高濃度ビタミン C 注射打ったらしいんですけど、一回だけね、打ったと。でも、やめてるんですよね。で、その、確かに標準治療だけでやったっていうのはわかるんだけども、その、がん情報として、自分たちはこういうのも調べたんだけど、結局やらなかった。なぜかというとがないんですよ。それもさ、教えてくれてもいいんじゃないのって、もう試してみようかと思ったとかね。っていうのが、まあ、なんで標準治療ってあるかっていうと、その保険診療があるかって言ったら、その、今のこの治療っていうのは様々な、これ別に癌治療だけじゃないんですよね。様々な病気との治療に関して、国民の健康増進というところが、まあ、厚生労働省としてはあるわけですよ。で、あと余計なね、医療費を負担っていうのを抑制するとかっていうところも目的としてあるんですけれども、その科学的な、その医療的エビデンスがないんですよ、他の診療っていうのは。で、効果があると。しっかりされてるものが保険診療化されてるわけで、だから、ある意味最先端医療になってくるんですよね、標準治療っていうのは。だから、他のものに関しては、まだ科学的なエビデンスっていうのがまだ薄いと。で、医療的な効果が認められてないということが出てくるので、まあ、混合診療の禁止とか、まあ、これちょっと別動画で出すんですけども、混合診療がね、これちょっと拡大しようよっていうのが出てきてるので、それは別動画で次出します。あれが出てくるね。がんのパネル検査の話がね、出てくるので、それ別動画で出すんですけれども、で、別動画出すって言って動画出てこなかったしな。はい。まあ、すいません、その時は。はい。で、まあ、それでエビデンスがあるわけじゃん。で、じゃあ、だからこそ標準治療を選びました、じゃないんですよ。実は、その、公平士がね、これね、サニージャーニーをずっとこう見てきてる人たちだったらわかるかわかんないんだけど、新宿に、セブンスオピニオンみたいな感じで7回目ぐらいの、その、あれ、セカンドオピニオンの7回目みたいな、7人目みたいなね、そういうところで来てるっていうのが、ブログで書かれてたんですよね。で、そこが、新宿の、西新宿のこの交差点とかが、写真で写ってるのがあるんですけれども、で、そこで、聞きに行った診療方法があると。だけども、結果的に今回はそれをやるのをやめましたって言って終えてるんですけど、それ何だったの？ っていうことよ。で、それって言ったら本当何だった？じゃあなんでやめたの？っていうことよ。だから、標準治療で、全部終えることができたから、やめたってのか、今回はなんでやめたのかがわかんないわけ。で、それぐらいはさ、教えてもらってもいいんじゃないかなって思うのよ。で、これなんでかって言ったら、またこれも覚えてますかね？マイクロ CTC の検査あったじゃないですか。あれ、案件みたいな感じでね、公平士が、まあ、こういうふうに癌の、診断がね、わかりやすく出てくるのがいいかなと、いいものだと思って出してますっていうわけじゃないですか。逆を言えば、他のものはダメだと思ったからやってないと出さないってわけでしょ？で、あれって、標準治療の検査じゃないんですよね。あえてあれを出してくるんですよ。みたいな。で、それで一回炎上したんですよね。で、動画消さないになって、押川医師があれを否定して、たっていうのがあって、まあ、消したけど、また復活したっていうのが、
あったわけなんですわな。それが去年ですよね。で、そういった時に、じゃあ結局、調べて何かやるっていうふうなことを言ったけど、やらなかったりとかってのをやってて、じゃあなんでやらなかったのっていうのを、これがね、明かされないんで、わかんないんですよね。別に言ったところでさ、何か問題があるわけじゃないんじゃないかなと思うんですよね。例えば、じゃあ私たちは丸々、まあ一番わかりやすいのってさ、よくあるのが、あと水。水あるじゃないですか。これを飲むと癌に効くよみたいな感じで歌ってる水。うん。とか、あとはなんか免疫療法みたいなさ、あと温熱療法とか出てくるじゃないですか。ああいうところで、ああいうのはやめました。標準治療にしたからです。なぜなら、みたいなのが、ないんですよね。で、それを、例えば、僕たちは、その、主治医と相談して、こういう風な感じだから、と聞いてるので、あえて、標準治療にしてますって、こっちはやらなかったですっていう風に、理由を言ったところで、癌にはさ、種類もあったりするわけでさ、ね、別に、問題ないんじゃね？うん。で、あと、病院名とか明かさないとかっていう風に言ってるんですけど、半分ね、明かしちゃってるんですよ。うん。で、サニージャーニーに、病院名を本気で問い合わせたい人たちは別に問い合わせたって答え出てこないので、聞く必要はないんですけど、見てれば言ってますよ。実際動画を見てると言っちゃってますよ。何かって言ったら一番わかりやすいのが、コンバージョン手術をしたところの富山の病院です。うん、でこれ動画内で、公平氏たち、サニージャーニー自らが、富山、膵臓がん手術っていうふうに検索していただければ、すぐ出ます。そういった病院ですって言っちゃってるんですよ。言っちゃってるってか言ってるんですよね。だから、その、手術に関してはそこ。そこです、そこです。まあまあ、その病院名は私も言わないですけど、これは本人たちが言った言葉引用して言ってるんですけど、その病院なんです。うん。で、じゃあ北海道の病院はって言った時に、入院時間の話をね、水木氏が言ってるんですよ。入院の消灯時間。で、9時。消灯が9時の、内科の病院っていう風なことを水木氏が言ってるんで、そこを、探せば、該当します。ということですよ。うん。うん。とはいえね、標準治療をしていくわけですから、わざわざ北海道に行って、癌治療をするというのは、やらなくていいんじゃないかと思いますよ。今、病気で悩んでる人たちは。うん。だけど、本人たちは、病院名というのは、具体的には言ってないです。言ってないんですけど、それを分かるような発言っていうのは、しているので、まあ、わかる。あとはネットに出てるんですよね。出てるんですよ。だからね、まあ、あの人たちに問い合わせをしてもね、まあ、それは答えないのでね。だからまあ、あとはお察しくださいというやつです。具体名は挙げてないけど、富山の病院。と北海道の消灯が9時、入院中の消灯時間が9時の内科、これが本人たちが発しているものでありますので、で、そのがん治療に関しての動画っていうことで、がんその情報としては参考にするといろいろとね、危険かなっていうと行為もしているので、あんまりね、ちょっとね、まあ、エンターテインメントとして見る分にはいいとは思うんですけれども、治療の参考としてちょっとこう、するのはあんまり良くないかなっていうのが思うのがあって、やっぱりね、抗がん剤に対しての、その、副作用に対しての行動なんですよね。冷やすなって言われても冷やしちゃったりとか、なんかいろいろやってるじゃないですか、手足の痺れみたいなさ。で、時系列もバラバラだったりとかして、ああ、こういう風に動けるんだ、みたいな感じで、エンターテインメントとして、見るのはいいかもしれないんですけれども、それを真に受けて自分たちもやれるみたいにやっちゃうと、もしかしたらひどい目に遭うかもしれないので、丸々ね、いけるいけるいけるって言って、こう、参考にするのは、もしかしたらちょっと危険かもしれないので、主治医の指示に従っていただければと思います。そういう風に悩まれる方はね。はい。というわけで、ちょっと、これね、ちょっと顔がね、やっぱり夜中のこの恐怖の顔みたいになってるので、今回はもうこれで、
終わらせていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあね、バイバイ、またね。